こんにちは。メンズファッションの専門家、スタイリストの大山俊です。今回は皆さんにご報告があります。昨年ですね、2019年の2月からスタートしたこちらのチャンネルなんですが、昨日2020年ですね、5月の22日をもって、おかげさまでチャンネル登録5万人を突破しました。ありがとうございます。皆さんのおかげで5万人という大台をですね、突破することができました。これはですね、めちゃくちゃ嬉しいですね。結構 YouTube やってる方っていろんな方がいます。芸能人の方ですとか著名人の方とかいろんな方が参入しているんですが、もう突き抜けてすごい方もたくさんいる中で、なかなかですね、軌道に乗らない方も多かったりするのがこの YouTube の世界なんですね。まあそういった世界の中で5万人を突破するというのは僕の中での一つのですね、目標だったので、まあめちゃくちゃ嬉しいなと思いまして、さすがに昨日の夜はね、美味しいお酒を飲めました。僕はお酒があんまり強くないので、グラス1杯ぐらいでちょうどいいんですけども、昨日の夜はさすがにですね、喜びをかみしめながらですね、過ごさせていただきました。本当に見ていただいている皆さんのおかげです。心から感謝の気持ちをお伝えしたいなと思っています。チャンネル登録者数5万人というのはとてもありがたいことなんですが、これから10万人、そして20万人というところまで目指していきたいなと思いますので、これからもですね、ぜひこのチャンネルお楽しみいただきたいなと思っています。まあせっかくなので、今回はですね、ちょっと今までと違った内容をお届けしたいなと思っています。まあ普段の動画では、ファッションの基本だとか、こんなものを買いましたということをですね、皆さんと一緒にシェアをしているわけですが、意外とですね、皆さんからいただくご質問の中で、大山さんってどんな人なんですかとか、どんなことをしている人なんですかというようなものが多かったりするんですね。まあ確かに昔から僕のブログですとかツイッターを見ていただいている方であれば、僕がどんな活動をしているのかなんとなくイメージが湧くかなと思うんですが、まあ YouTube で知った方ですとか、最近僕のことを知っていただいた方は、一体大山俊っていうのはどんなことをやっている人間なのかというのがいまいち分かりづらいかなと思います。まあ、動画の中で僕の自己紹介みたいなことをしたことがなかったので、今回の動画ではどれぐらい需要があるかわかんないですが、まあ、スタイリスト大山俊という人はどういう人間なのかというところについて少しお話をしてみたいと思っています。僕はですね、最近はこの YouTube を毎日撮影して編集してアップしているわけなんですが、これがメインの仕事というよりはですね、もう一つ大きな仕事の軸があるんですね。それがスタイリストとしての仕事なんですね。これはどういう仕事なのかというと、お客さんと一緒にいろんなお店を回りながらお似合いになる服をおすすめするというような仕事になっています。僕のお客さんっていうのは経営者の方だとか弁護士さんだとかお医者さんだとか、あとは大学の教授の方とか、結構ですね、ビジネスの世界でバリバリ活躍されている方が多いんですね。こういう方々っていうのはかなりお忙しいので、なかなか買い物に行く時間がなかったりですとか、自分のファッションというものに気を回すことができないという方が多いんですね。その一方で、こういった方々は日々人前に立ったりですとか、中にはメディアに出る方もいらっしゃるので、自分自身の見た目が会社のイメージにつながったりですとか、ビジネス上で少なからず影響を及ぼす方が多いんですね。ですので、こういうビジネスシーンで活躍される方にとって、ファッションはある程度は重要だと思うんですね。なかなかご自身でファッションというものに時間を割くことができないので、僕のようなプロに依頼することでショートカットをしてセンスのいい着こなしというのを実現しようという方々が結構いらっしゃるんですね。ですので、僕自身ももう10年以上にわたって個人向けのスタイリストとして活動をしています。この仕事は結構エキサイティングで、僕はこの YouTube の中でユニクロですとか価格帯が結構安めの服をご提案することが多いんですが、普段のスタイリングに関しては結構価格帯の高い服なんかをご提案することも多いんですね。本当に1回あたりの買い物で、まあ、数十万円の買い物から百万円の買い物をする機会もあったりします。かなり短い時間でいろんなファッションを提案していくっていう仕事は、いつになってもですね、緊張感があって、僕自身すごくですね、大切にしている仕事なのかなと思っています。このようなスタイリングの仕事というのはやっぱり現場で行うものなので、すごく僕自身勉強になるんですね。様々なお店をリサーチして、このお店にはこんなものが並んでるなとか、最近のトレンドはこんな感じだなとか、このような雰囲気のお客さんにはこんな服が似合うんじゃないのかなとか、そういったことをですね、現場から学ばせていただいているので、僕にとってこのスタイリングの仕事っていうのはめちゃくちゃ重要なんですね。その一方で、僕が力を入れているのが、今の YouTube もそうなんですが、メンズファッションっていうのをなるべく分かりやすい形でお伝えをするという仕事なんですね。なぜ僕はこういった仕事に力を入れているのかと言いますと、メンズファッションって誰かが教えてくれるもんじゃないじゃないですか。皆さん自己流でファッションというものを身につけて、自分の好きなように服を着るわけですね。そうすると、ファッションが大好きな人はどんどんセンスを磨いていけるけど、あんまりファッションが得意じゃなかった人っていうのは、どのように服を選べばいいのかなかなか分からないわけですよ。そういったファッションに悩んでいる方に、なるべく分かりやすいファッションのノウハウというのをお伝えすることで、もっとファッションというものを多くの方に楽しんでもらいたい
たいなというふうに考えているんですね。そのために僕がやっているのがブログですとか本を書いたりですとか、あとはメンズファッションスクールというオンラインスクールをやっているんですね。こちらはまあ月額800円でファッションの基本というのを分かりやすく解説しているサイトなんですが、こういったサイトなんかも運営しています。そして最近ではこの YouTube ですね、こちらにも力を注いでいまして、今は毎日動画を撮影して一人で編集して配信まで行っています。まあこんな形でですね、僕はスタイリングの仕事とファッションの基本を分かりやすく伝えるという仕事をやっているわけですが、じゃあ僕がスタイリストに至るまでにどういう過程を踏んできたのかと言いますと、僕は大学生の時に学校の先生を目指していたんですね。ですので一応こう見えてもですね、教員免許を持っています。僕もですね、教員になるつもりで4年間勉強してたんですが、たまたま大学4年生のある日、僕にはですね年の離れたいとこがいるんですが、その彼はですねあんまりファッションに興味がないんですよ。その彼が連絡をしてきて、これから高校卒業するにあたって私服になる機会が増えるから、ちょっと一緒に買い物に付き合ってくれないって誘われたんですね。そして彼が貯金の10万円を持ってきて、これを好きに使っていいっていうわけですね。これがですね僕にとってはめちゃくちゃ楽しくて、その彼と一緒にいろんなお店を回りながら服を提案して、1日で劇的に彼が変わったわけですね。その体験が僕の中では一つのターニングポイントになったんですね。その後進路を変えてファッション業界に就職することにしました。ただですね、実際に就職をしてみると、僕はね、なんか結構凡ミスが多かったりだとか、基本的にあんまり仕事ができる人間じゃないんですね。結構いろんなミスをやらかしたんですね。まあ当時はアパレルで接客の仕事をしていたんですけど、お客さんにお釣りを渡し忘れたりだとか、商品間違ったものを渡してしまったりだとか、そういう凡ミスがめちゃくちゃ多かったんですね。アパレルの仕事をする中で、なんか自分にはあんまり向いてないんじゃないかなっていうのをすごく考えるようになって、わずか1年半ぐらいで逃げるようにしてアパレル業界を去りました。そして転職をしたわけです。まあ、次の会社では営業の仕事ですとか広報の仕事を担当していたんですが、まあ、やりがいがあってすごく楽しい仕事ではあったんですけど、僕は仕事もできない上に飽き性なんですね。まあ、一つの仕事を何年かやってると飽きてしまって他のことをやりたくなってしまうんですよ。そういった性格もあって、わずか3年半で2社目もドロップアウトしてしまいました。まあ、2社目を辞めた後は結構悩みまして、これから何して僕は生きていこうかなってすごく考えたんですね。まあ、その時にですね、まあ、一回ちょっとここで区切りをつけて旅にでも出てみようかと思ったわけですね。まあ、自分探しの旅じゃないですけども、そういったものをすれば何かですね自分の人生変わるんじゃないかなと思ったわけですね。今考えてみるとすごく安直だなと思うんですけども、そこでちょっと短い期間ではあるんですがバックパックを背負って旅に出たわけですね。まあ、僕らの世代というのは、まあ、中学生ぐらいの時に電波少年っていうですね伝説的な番組がありまして、その番組の中で猿岩石だとかドロンズだとかこういった芸人さんがですねヒッチハイクで世界一周をするみたいな番組があったわけですね。僕もそれを夢中になって見ていた世代なんですが、そういったものが頭の片隅に残っていたんでしょうね。ですのでいつか旅に出てみたいなっていうのがあったのかもしれないです。で、2社目を辞めたタイミングで僕はですねノースフェイスのでかいバックパックを買って、それを背負ってアジアを旅しました。まずはタイに入ってバンコクの安宿に泊まって、一泊そうですね本当に 4,500 円ぐらいのシャワーもですね冷たい水しか出ないようなところに泊まっていました。そしてタイから今度は陸路でカンボジアに移ってベトナムに移ってそしてラオスに行ってとか、まあ大体2ヶ月ぐらい旅をしたわけですね。まあツアーではないので毎回自分でどんな宿に泊まろうかだとか移動手段はどうしようかっていうことを考えながら旅をしていたんですが、これがですね僕の性格には結構マッチしていて、めちゃくちゃ旅自体が楽しかったわけですね。でバックパッカーの旅を終えた後日本に帰ってきて、まあこれから何をしようかなと思った時に、まあ自分で仕事をしてみるのもいいんじゃないかなというふうに考えるようになったんですね。じゃあ何を具体的に仕事にしようかなって考えた時に、まあ、学生時代にちょっと経験した個人向けのスタイリングみたいのはいいんじゃないかなと思いついて、そこから僕はスタイリストとしての活動をスタートさせました。正直ですねスタイリストとしての経験も何もないです。アパレルにいたのもわずか1年半だけなんですね。特に経験がないままいきなりスタイリストとして独立をしたわけですね。まあその当時はですね長い人生の中で一度ぐらい独立したよという経験があってもいいんじゃないかなと、それぐらいのノリで始めた
わけですね。まあもし1年ぐらい続けてうまくいかなかったらまた会社員に戻ろうと思っていたわけですね。まあそんな軽いテンションで僕はこの仕事をスタートさせました。ですが当時の僕というのは2社を経験したんですが、どちらの会社でも大して実績も残せていないですし、社会人としては全然優秀ではなかったんですね。そんな僕が独立しても仕事なんか来るわけないですよね。スタイリストとしてのスキルもないし、ましてやどうしたらお客さんが来るのかすら分かんなかったんですね。ですので独立したはいいんですけど、全くお客さんが来ないまま月日だけはどんどん過ぎていったんですね。その間時間だけはたくさんあるので、じゃあどうすればお客さんが来るのかなっていうのをいろいろ考えて、本をめちゃくちゃ読みながら試行錯誤の連続をしていったわけですね。まあ例えばですね、あ、ホームページっていうものがあった方がいいんだなとか、ブログっていうのが必要なんだなとか、こんなレベルですよね。何の準備もなく仕事を始めてしまったので、ほんとゼロからスタートしていく感じでした。でホームページって結構作るのにお金がかかるんですよ。調べたらなんか50万円とか100万円ぐらいかかるわけですね。でそんなお金もなかったので、僕はまあホームページ自前で作ろうということで、当時はワードもエクセルも使えないようなほんとダメな男だったんですけど、ゼロの状態から本を読んでホームページを自分で作るようになりました。そしてブログというものも書いた方がいいんだなということで、そこから毎日ですねブログを書き続けたり、今度はツイッターをやってみたり、少しでもいろんな人に会った方がいいなということで、人脈交流会みたいなものに何十回も出たり、様々なことをやっていったんですね。もう最初の1年に関してはもう起きてる時間はほとんど仕事してましたね。もう本当にひたすら働き続けました。そしてその中で僕が得た1年目の年収なんですが、50万円でした。これ月収じゃないですよ、年収で50万円だったんですね。まあ本当にね、一人ブラック企業状態だったんですね。で1年間やって結果が出なかったら僕は会社に戻ろうと思っていたんですが、実際やってみたらもう夢中になってしまったんですね。感覚で言ったらドラゴンクエストとかファイナルファンタジーだとか、こういったロールプレイングゲームをやってるのとほとんど同じなんですね。最初はレベル1の状態で何のスキルもないんですが、少しずつ経験を積みながらレベルアップしていく、できる仕事の幅が増えていく、この過程がですねめちゃくちゃ楽しくて、結局1年間ではやめられなかったんですね。そして2年目に突入して、気づけば3年目4年目という形でこの仕事をずっと続けてきました。でもですね、なかなか仕事が軌道に乗らなかったんですね。その間なんとか食いつなぐために、僕は自己流で学んだウェブ制作っていうところで仕事を取ってきたりしていました。ですので当時の僕はスタイリストというよりはウェブデザイナーでしたね。結構ですねこっちの方でご依頼いただくことが多かったので、当初はですねウェブデザインだとか、あとはカメラマンの知り合いが多かったので、まあ、彼らをですね派遣するような仕事みたいなものもやったりしてました。そうこうしながらですね3年4年とやってるうちに、ようやくですね僕のスタイリストとしての仕事が少しずつ軌道に乗るようになって、今日に至ってるというわけですね。正直ですね3、4年もひたすら仕事をしまくって、何が良くて軌道に乗ったのかって僕は分かんないんですよね。で面白いことに、それまではずっと鳴かず飛ばずの状態だったんですが、一度軌道に乗るとドーンといったわけですね。なんか今までとは全く違うような世界に突入して、独立したばっかりの頃では想像できないような仕事をたくさんさせていただいています。まあそんな試行錯誤の中で唯一これはやっておいてよかったなと思うものがあって、それがブログだったんですね。あんまりにも仕事が軌道に乗らないので、僕は半分やけくそになっていて、ブログでは僕の持っているファッションの知識を全部出し切ろうというつもりで書いていました。その結果いろんな方にブログを楽しんでもらって、たくさんの感想をいただきましたし、そこからお仕事につながることもすごく多かったですね。さらにはブログでしっかりと自分の知識を体系化していたので、その結果本を書くことにもつながりました。ですので僕の仕事の一番の原点というのはブログ、そして持ってる情報は全部出し切ろうっていう精神なんですね。それは今でも変わらなくて、当時はブログを頑張っていましたが、今は YouTube というものを使って自分の持ってる知識だとか情報はなるべくそこで出し切ろうという覚悟でこの YouTube チャンネルを運営しています。なかなか YouTube ってやってみると面白いもので、僕の持っている知識ですとか経験を全部出して、それを見てる方は無料で学ぶことができるわけですよね。ですので見ていただいている皆さんにも何らかしらのメリットはあるかなと思いますし、僕は動画というものを作り続けることで YouTube から広告費をいただいてますし、 YouTube は僕が動画を作ることでたくさんの広告を見ていただけるわけですね。つまり視聴者の方、そして僕、 YouTube、 この3つ三方よしが YouTube の世界なので、僕はやっていてすごく楽しいなというふうに感じています。ですのでこの YouTube チャンネルでは、
僕の普段のスタイリングですとか、さまざまな活動で得た知識ですとか経験をですね、どんどん投入して皆さんにですね、少しでもファッションの楽しさというものをお伝えできればなと思っています。本当に何者でもなかったただの本当にフリーターみたいな男が、今はこうして本を書いたりですとか YouTube を通じて皆さんにファッションの楽しさをお伝えすることができているのはめちゃくちゃラッキーだったなと思っています。いろんな偶然が積み重なって僕はこのように活動ができているので、これからもですね、もっと多くの方にファッションを楽しんでいただけるように様々なコンテンツをお伝えしたいなと思っていますので、ぜひ皆さんもこれからもこのチャンネルお楽しみいただければなと思っています。改めてチャンネル登録5万人突破ということで、皆さん本当に見ていただいてありがとうございました。そしてこれからもこのチャンネルをどうぞよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。次回の動画もまたお楽しみください。